皆さんこんにちは。9月27日ちぶおもてなし TV 小泉智美です。さあ暑さ寒さも彼岸までと言いますけれども、本当にお彼岸過ぎたら秋が急にやってきた感じですよね。はい、秩父地域でもちょっと暑さのために咲き鈍っていました。まんじゅうしゃげが今綺麗に咲き揃っています。横瀬町の棚田ですとか、秩父市にあります三山の花園、やっとですね、赤い綺麗なまんじゅうしゃげが見えるようになってきました。そして秩父地域はもうちょっと夜ね、窓を開けて寝てるともう風邪をひいてしまうぐらい寒くなってきましたので、寒暖差が激しくなっています。はい、気をつけて皆さんお過ごしいただきたいと思います。それでは今日も様々な話題がありますので、それではニュースのラインナップご覧ください。さあ9月27日のラインナップ、まずは秩父ニュースです。秋の全国交通安全運動出発式が行われました。両神山麓花の里ダリア園のダリアが今見頃を迎えています。秩父市インフォメーションは水道基本料金の4ヶ月間免除措置のお知らせ。そして秩父市インフォメーション2つ目は、秩父高校写真部と秩父ファンクラブとの合同写真展のご案内。最後 PR 秩父は秩父ですとからのお知らせ。今日は以上のラインナップでお送りします。さて9月21日から9月30日までの10日間は秋の全国交通安全運動の期間となっています。それを前に出発式が横瀬町の町民会館で開かれました。9月21日横瀬町の町民会館では秋の全国交通安全運動出発式が開かれました。富田町長は横瀬町で開催できたことを喜び、秩父地域での交通事故ゼロを目指そうと呼びかけました。赴任したばかりの秩父警察署長は、埼玉県は交通事故数が全国ワースト6位となっており、この式典をきっかけに改めて事故防止や抑止活動をしていこうと話しました。その後、横瀬町保育所園児が誓いの言葉を可愛らしく、そして力強く行い、園児9名がこの日のために1ヶ月前から練習したという秩父屋台囃子を秩父署員と共に披露しました。この秋の全国交通安全運動は9月21日から9月30日までの10日間となっています。警察署の山村です。秩父警察署の斉藤です。秩父警察署管内は現在交通事故が物件事故が増加傾向にあります。これから秋の時期にかけて二輪の交通事故、夕暮れ時の事故、そして観光客の関係する事故が増加傾向にあります。秩父郡市の皆様、交通事故に気をつけてください。けれ
この夏は本当に暑い日が続きました。でも朝晩ですね、非常に寒暖差が出るようになってきましたが、この寒暖差を感じるようになりますと見ごろになってくるのが小鹿野のダリア園です。ようやく見ごろになったダリア園ですが、例年に比べまして開花が20日ほど遅れたそうです。これから11月3日の開園まで色鮮やかなダリアが楽しめそうです。続いて市役所インフォメーションのコーナーです。今日は総合政策課の関口さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は水道料金の減免の事業のご説明ということで内容の方を教えてください。はい、秩父市ではですね、昨年度に引き続きまして、国の新型コロナ臨時交付金を活用した事業として水道基本料金の減免を行います。コロナ禍から続く原油価格、物価高騰によりまして、多くの市民の皆様、事業者の皆様が影響を受けていることと思われます。そうした中でわずかであっても市民の皆様の家計の助けになること、また事業者の皆様の負担軽減になることは何かを検討した結果、市内にお住まいの方、市内で事業を行っている方、すべての方が恩恵を受けられる事業として、この度水道基本料金の減免をさせていただくこととなりました。はい、こちら水道料金の減免ということなんですけども、はい、対象となる方はどんな方なんでしょうか。はい、対象となる方ですが、秩父市内に水洗住所、これは水道の住所のようなものなんですが、それをお持ちの方であれば個人法人を問わず対象となります。ただし国や地方公共団体の機関、いわゆる観光所
と呼ばれるものですが、そうしたものまたは、それらに属する施設は対象外となります。次に減免の内容はどんなものになっているんでしょうか。はい、減免の内容ですが、皆様の通常お支払いする水道料金のうち基本料金の部分が対象となります。ですので毎月の使用水量に応じてかかる重量料金の部分は減免の対象外となりますので、その点はご注意ください。はい、減免の対象期間はいつからいつになるんでしょうか。はい、対象期間ですが、令和5年10月の請求分から令和6年1月の請求分までが対象となります。ですので奇数月に水道の検診がある方につきましては、その翌月の偶数月に請求がありますので、10月請求分と12月請求分が対象となります。また偶数月に検診がある方につきましては、その翌月の奇数月に請求がありますので、11月請求分と1月請求分が対象となります。なお減免を受ける際の手続きは一切不要です。対象となる方につきましては申請などは全く必要なく、自動的に減免されますのでご安心ください。また減免の手続きについて、市や広域水道局から電話や訪問をすること、また銀行や ATM へ誘導することは絶対にありませんのでご注意ください。はい、手続きは一切不要ということがですね、はいはいはい、水道料金の基本料金というとあまり具体的な金額を意識されてない方もいらっしゃると思いますが、実際どのくらいの金額が減免されるんでしょうか。はい、こちらのですね、表をご覧ください。水道の基本料金はメーター口径、つまり水道管の太さによりまして、それぞれ金額が決まっておりまして、例えば一般家庭に多い口径13ミリの場合ですと、2ヶ月分の基本料金が税込みで2156円ですので、1回の請求につき2156円が減免され、減免期間中の2回の請求で合計4312円が減免されることとなります。はい、今回の水道料金の減免制度は国の新型コロナ臨時交付金を活用しているとのことですが、秩父市以外の自治体でも実施しているものなんでしょうか。はい、国の新型コロナ臨時交付金は新型コロナの感染防止や原油価格、物価高騰対策を目的として、それぞれの自治体の判断で様々な事業に充てられる交付金ですので、秩父市同様に水道基本料金の減免を実施している自治体は他にもございます。例えば秩父地域ですと、今回は長瀞町でも秩父市と同様の事業を実施する予定となっております。はい、こちらの水道基本料金の減免についてもしわからないことがある場合はどちらに確認をすればよろしいでしょうか。はい、今回の水道基本料金の減免制度についてご不明点がございましたら、秩父市総合政策部総合政策課まで、その他水道料金に関することにつきましては秩父広域水道お客様センターまでお気軽にお問い合わせください。はい、詳しく説明していただいてありがとうございます。はい、最後に何かお知らせはございますでしょうか。はい、秩父市では令和2年度から国の新型コロナ臨時交付金を活用して物価高騰や新型コロナ感染症の影響を受けた方々を支援するため、ペイペイキャッシュバックキャンペーンですとか各種補助金の交付などさまざまな事業を実施してまいりました。そこで今後の参考とさせていただくため、これらの事業について市民の皆様へアンケート調査を実施しております。アンケートにご協力いただける方は各町会で回覧されている水道基本料金減免制度のチラシ裏面にある QR コードをスマートフォン等で読み取っていただき、回答フォームからご回答いただきますようお願いいたします。また紙での回答を希望される方は秩父市総合政策課までご連絡ください。今後のより良い事業につなげるためにも皆様のご協力をぜひよろしくお願いいたします。
今後の秩父市の事業の参考になるということですので、ぜひ皆さんにご回答していただきたいということですよね。はい、そうですね。はい、今日は総合政策課の関口さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて移住相談センターの伊藤さんと松本さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。今日は秩父の魅力再発見合同写真展のお知らせということで内容を教えてください。はい、秩父市移住相談センターでは、10月1日の日曜日に、ユナイテッドシネマムニクス秩父にて、秩父の魅力再発見、合同写真展を開催します。はい、こちらの写真展なんですけど先月も開催されていましたよね。はい、今月は、高校が違います。今回は秩父高校写真部の皆さんとの写真展です。はい、どんな写真展になりそうですか？はい、昨年度も盛況に終わりました写真展を今年度も引き続き地元の高校生の皆さんと秩父ファンクラブの合同で開催いたします。はい、今回も写真展のテーマがあるということなんですけれども、どんなテーマなんでしょうか？はい、テーマは秩父の街並みです。秩父が好きで住んでみたいと思っている方や、秩父が好きで移住した方たちが集まる、秩父ファンクラブのメンバーと、秩父高校写真部の、生徒の皆さんが同じテーマを掲げ、撮影しました。はい、今回もたくさんの作品が展示されるんですよね。はい、今回も、50点を超える、写真が並ぶ予定です。ご来場の皆様にも、写真の中から秩父の魅力を再発見していただけたら嬉しいです。はい、開催日はいつなんでしょうか？はい、開催日は、10月1日、時間は10時から、16時です。会場は、ユナイテッドシネマムニクス秩父さんの、ロビーをお借りして、開催します。入場料は無料です。当日はムニクス秩父で、チャレフェスも開催中です。皆さんのご来場をお待ちしております。今回その写真展を見逃してしまったという方も次に見るチャンスもあるんですよね。はい、今回の10月1日の写真展終了後はですね、11月7日から11月21日まで秩父市歴史文化伝承館1階の交流フロアにて展示をいたします。でその際はですね、9月の3日に開催をしてました、秩父農工の写真部の皆さんとも、展示を合同で行いますので、作品が100点以上並ぶと思います。その写真展では秩工と農工の生徒さんのやつが一緒に見られるということなんですね。そうですね、あと秩父ファンクラブの作品も一緒に3社合同で展示されます。じゃあたくさん見られるということなんですね。はい、はい、こちらにあるQR コードにも何か秘密があるということなんですけど、はい、はい、この間の、秩父農工さんとの合同写真展の時も、利用してたんですけれども、この QR コードをですね、スマホでかざしていただくと今回の作品の、撮影場所が Google マップ上にプロットされてきます。すでに今、秩父農工さんと、秩父ファンクラブの、作品が、公開しておりますので、そこに、10月1日からですね、秩父高校さんの、作品も、追加されるということになります。はい、じゃあ写真を見てここ素敵だなと思ったら実際に行ってみられるってことですね。はい、そうですね。はい、じゃあぜひたくさんの写真が見られるということですので皆さんお越しください。はい、今日は移住相談センターの伊藤さんと松本さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後はチームデストからのお知らせを春山さんに教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今月のお知らせはどんなのがあるでしょうか？はい、まずはパレット10月号発行になってます。イエイ、なんか秋っぽい感じですね。はい、はい、うん、秋といえばの季節、お米を特集しました。おすごい、はい、お米なかなかちょっとこう、はい、気がつかないでスルーしちゃいがちですけど、はい、もう店頭とかにはね新米が並ぶ季節になったと思うんですけれども、秩父鉄道沿線にはですね結構おにぎり屋さんが多いところに注目をいたしまして特集を組んでおります。すごい今結構ブームですよね。ブームですよね。はい、どんなおにぎり屋さんあるんですか？はい、こちら熊谷駅の近くにあります沢野さんっていう
おにぎり屋さんを紹介しております。あーすごい、もう見るだけで美味しそうですね、うん、はい、いろんな具材があって、はい、あの地域の素材を使った具を作っていたりとかしています。へー、はい、すごい。お米も海苔にもこだわったおにぎり屋さんです。いいですね、はい、これでもりもり食べれちゃいますね、うん、そしてそして、はい、そしてですね、はい、こちらとかに、はい、あります。これまた色がついてる五穀米とか、はい、五穀米とかですね。こちら餃子のお店になります、うん、はい、山光。へえ、あ、こういう形で売ってるんですね。そうですね、ちょっとお惣菜とかも一緒に売ってたりとか、へ、はい、あとこちら、はい、あの地場さん商店の入ってる縁結びの、確かに、はい、地場さん商店さんの縁結び美味しいですよ、うん、すごい大きいんですよね。美味しいです、大きくて美味しいですよ ね, ね、はい、人気のあるあの豚味噌を使ったりとか、はい、はい、わらじかつ使ったおにぎり紹介しております。すごい、すごいですよね、はい、いいですね。他にも、はい、秩父といえば、岩名寿司ご存知ですか。はい、はい、すごい、確かにお米を使って、はい、お米を使ったローカルフードがありました。すごい。あと、家庭飯ってありますね。はい、こちら秩父のお蕎麦屋さんで出されているお米になります。確かに秩父の郷土料理の家庭飯っていう、うん、はい、混ぜご飯なんですけど、うん、フューチャーしてこうやって見ることなかったので、うんうん、へえ、いいですね。なんか秩父に家庭飯っていうのがあったっていうのちょっと今忘れてましたけど。そうですね、私もこういうね、よく味噌ポテトとかに注目されがちですけれども、こういう うん、お米のローカルフードもございます。へえ、松の家さんのこれは何ですか。はい、羽生の伊賀饅頭ですね。あ、噂の伊賀饅頭。はい、噂の伊賀饅頭です。すごい、はい、お饅頭に、はい、お赤飯が包まれてる、うん、お饅頭がお赤飯に包まれてるものです。すごい、中にあんこ入ってるんですね。はい、びっしりと詰まった食べ応えのある一品となっております。すごい、じゃあこの鉄道沿線でもいろんな文化を感じられて、うん、そうですね、お米一つ取り上げてもいろんな文化や、うん、あの素材の良さっていうのが伝わる特集になっております。いいですね、はい、そしてパレットの他にも発刊されたんですね。はい、パレットの他にも長田の地域の観光情報誌をつと集めたいい塩梅が発行になっております。はい、はい、こちらどんな内容でしょうか。はい、特集は、今秋の七草寺の一つの不動寺にフューチャーしたものになっております。はい、不動寺にフューチャー。はい、実はこれ不動寺って一つの願い事を叶えば、あの願えば叶えてくれるっていう一眼不動なんですよね、うん、そうですね。こういう28日には縁日を行われてたりとかしています。へえ、そうなんですね、はい、意外に地元でも知らないことがたくさんあって、うん、そして働いている皆さんにもインタビューされてるんですね、はいはい、こういう熱い思いとかにも聞いております。おお、いいですね、はい、すごい、これは御朱印が、はい、あのカラフルな御朱印をこう揃えていたりとか、今ですと、まんじゅうしゃげが咲いております。へえ、素敵、いいですね。他にもどんなのあるんでしょうか。はい、他にもですね、今やはり長瀞ライン下り、そろそろ紅葉が始まってきます。はい、荒川の船の上から紅葉を見たりするのが気持ちいいのかなと思います。はい、いいですね。ライン下りもね、冬になるとね、こたつ船にもなる、うんうん、そんな紹介もされていたり、え、待ってください、ちょっと気になるこっちの横のこれですね、なんか猿がいたり、はい、え、動物がいっぱいいますね。はい、動物、あの、いろいろ仲間入り増やしております。キツネさんがやってきたり、あとはですね、時々季節に合わせた餌をあげていたりするんですけれども、ネギをあげたりする日もあります面白い。埼玉県民の日にやったりするんですかね。埼玉県民の日は、動物のガイドをしたりしています。そういうことですね。はい、世界日本猿の日があるみたいです面白い。はい、12月の2日3日これからですね、深谷ネギをプレゼントする予定があります。すごい、
秩父夜祭りの日にニホンザルはネギを食べて、はい、食べております。すごい、また面白い光景が広がるわけですね、はい、そうですね、すごい、はい、写真撮る方もちょっといいですよね。そうですね、本土山小動物園 の, あのニホンザルとても元気でして、餌をあげることができるんですけれども、あのピーナッツとかね、あとさつまいもとか投げるとキャッチしてくれますので、動画は必須の動物園となっております。ぜひお出かけいただきたいと思います。そんな長瀞の魅力がいっぱいこの詰まっているいい塩梅、はい、これは、長瀞駅などでいただけるんですか。はい、あの秩父鉄道の有人駅ではあのお配りしております。秩父駅、お花畑駅とかであの手に取ることができますので、ぜひお出かけの際は手に取ってみてください。はい、そして気になる SL 情報を教えてください。はい、あの SL ただいま新商品を開発しております。はい、こちらです。何ですかこれは。これ、はい、正面から見た時にこう出てるあの丸いところですよねあ、そうですね、 SL の正面をモチーフにしたこれ菓子パンになります。はい、あの今年、SL の社内で食べられるパンを結構開発しておりまして、SL パレオのプレミアムアンパンをはじめ夏季限定でカレーパンも発売しておりました。うん、はい、ということはアンパンカレーパンを開発されてるってことは、はい、それ以外ですか。それ以外で、はい、10月7日から販売する分として、はい、今商品開発をしております。このフォルムで何だと思いますこれだけじゃ分かんないと思うんですけど、はい、じゃあ次な、はい、中を開いたもの、はい、こちらです。クリームパンですか。はい、あのクリームパン、はい、ほぼ正解です。ほぼ正解、はい、こっちプリン風味 の, あのカスタードを入れております。あ、そういうことですね。この上の方の茶色 の,、はい、茶色のキャラメルっぽい感じはプリンの、はい、そうなんです、はい、カラメルソースとあのカスタードのプリンをイメージした SL パレオのプリンパンとなっております。いいですねこれ、はい、鉄道の SL の中で食べながら乗って、はい、あ、そうですね、SL の車内販売の他にあと熊谷駅すぐのサンエトワール熊谷駅店というパン屋さんでも販売を予定しております。すごいですね、新商品の開発ということで、はい、なんかこっちのね、はい、あの絵を見てもすごい SL 感もあって、はい、めちゃくちゃ可愛いと思います。本当ですねお子さんもこれ絶対喜びますよね、はい、あ、そうですね、大きさ的には本当にこのぐらいかな、ほう、はい、このぐらいのちょっと小ぶりなパンなので、あの SL の車内でも食べやすいですし、お子さんでももちろん手に取りやすい大きさになっております。いいですね、はい、もうそろそろね紅葉も、うん、あの奥秩父の方から始まってきますので、はい、ぜひ見ながらねこうやって新商品のプリンパンを食べていただくのもいいと思うんですが、 SL の方はあの通常に運行はされる感じですか。はい、SL 通常に運行しております、うん、こちらですね、はい、うん、はい、毎週土曜日を中心に運行しております。予約は1ヶ月前からとなっておりますので、ぜひ事前予約の上ご乗車いただくようにお願いいたします。はい、やっぱ奥秩父まで行ってほしいですね、三峰口駅までね。あ、そうですね、うん、まずはこのお花畑三峰口間、10月の、はい、そうですね、中旬から下旬ぐらいからちょうどいい季節になってくるかと思います、うん、はい、ぜひぜひ皆さんにはね SL にも乗りながら、そしていろんなあの沿線でこうやって、はいはい、いろんなものがありますので、はい、楽しんでいただければと思います。ということで、はい、もういろんな話題がありますけど、秋を春山さんどんなところで最近感じてますか。最近、あ、そうですね、なんかちょっとイチョウがなんか黄緑色になり始めたなと思って。確かに、本当早いなとか思いながら、すごいね変わってきて、はい、ミューズパークのイチョウ並木もすごいちょっとずつ色づいてきているので、うん、秋の気配ですね、はい、はい、ということで、ちょっとあの寒暖差などもありますので、ぜひ皆さんお風邪などいかないように気をつけてください。ということで、面白かったという方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。バイバーイ。